What's up, えー、対応シリーズ今日は19回目です。えー、今日の単語、本当に、ここ、これまでで一番出てくる単語かもしれません。入手で品種いきましょう。はい。では、あ今日の単語ね、もう、もう、頭から、もうベタに、えー、な例文からスタートしますので、ノーヒントでいけると思います。えー、各、ね、えー、箇所、えー、埋められたら、一番最後にね、一台だけ正常問題も準備してますんで、えー、ぜひこれも、余裕があれば、 解いてみてください。では、thinking time. どうぞはい。ということで、えー、今日の単語は、ね、starting with C から始まる単語、この単語は case です。case.、ね はい、このケースっていう単語はね、本当に辞書調べるといっぱい意味があるんですけども、元々の語源は、まあ、落下ええーって感じですけどね。で僕のイメージは、まあ、落下した先にあることもの。ね。ポンと落ちた先にあることもの。それはまあ、状況。 ね。えー、もう表すかもしれない。事実もう表すかもしれないし、事例になるかもしれませんし、もう様々な、あーケースの意味合いが、まあ、そこから生まれてくると思っておいてください。では、まあ、頭から、えー、いきたいと思います。はい、では一つ目。はい、u s l take a number with you. はい、傘持って行くべきだよ、持ってった方がいいよ。はい、もう迷わず、in case, it r a i n s ね。えー、ということで、in case は接続詞です。接続詞。セットフレーズの接続詞。 で、インケースほにゃららって来た時には、落ちた先にある場合ですからね。インケース、場合です。インケース SV する場合ね。はい。SV する場合ね。はい。で、あと、これ雨が降る場合、えー、傘持っていく方がいいよ。っていう言い方だったら、そんな降るかどうかわからんから、はい、もう一個プラスアルファね。SV する場合に備えてね。 だからもう SV する場合、もしくは SV する場合に備えて、まあこれで押さえといてもらったらいいですよ。雨が降る場合に備えて傘持っていく方がいいよと。ね。で、これが訳しなさいってなった時に、えー、えー、S が V するといけないから。ね。まあどれで覚えてもらってもいいんだけど、雨が降るといけないから。雨が降る場合に備えて傘持っていった方がいいですよと。ようね。だから場合、場合に備えてでしっかり覚えておいてください。で、えー、これはもう、 時条件の副視点になるんで、え未来のウィルは使わないからね。未来のウィルは使わないからね。はい。ただし、万が一っていうのをね、こう、強調する場合には、ウィルは使わないけど、シュ d は使います。in case, it should rain ね。シュ d は使うからね。で、あとおー、in case。これを意味強調するときには、just in case。はい。just を放り込んで、えー、もう構いません。ね。で、この just in case ってこのフレーズは、後ろ SV。 ね、これを続けてもらってもいいですし、単独で just in case。万が一ね。万が一に備えてね。っていう感じで使うこともできます。だから、ここでは、はい、you should take a number with you. 傘持ってった方がいいですよ。just in case。万が一のためにね。っていう感じで、えー、フレーズとして使うこともできますんで、えー、ぜひこの just in case、in case、マスターしてみてください。で、これはまあ、場合っていう意味で使うケースなんですけど、 これが前置詞になった場合、インケースが接続詞なんですけど、前置詞になった場合は、in the case of a, in case of a, a の場合ね。または in a's case, a の場合ね。はい。ということで、接続詞のインケースには the は絶対入れちゃダメだから、そこはしっかり注意しておいてください。ただし、前置詞の方は in case of a, in the case of a どちらもありますので、ごっちゃにしないようにしておいてくださいね。ということでした。はい。では、おつ目いきましょう。はい。 Is it the case that? はい。えー、he was involved in the accident. はい。it が形式主語ですね。はい。that が新主語ですね。はい。で、he was involved in the accident. 彼が、えー、事故に遭ってしまったっていうのが、はい。be the case.be 動詞プラス the case ね。 はい。これまた、あの、ケースの単語。もうあの、僕、寺島先生のあの、ポイントのやつ、絶対見てね。あの、めっちゃ詳しく説明してくれてますからね。はい。B 同士の後ろにくるてたケースっていうのは、B true の意味になるよと。えぇ、ー、ね形容詞と同じ意味なんのみたいな感じですね。はい。B the case イコール B true。え、それ本当ですかと。ね。えー、彼が事故に巻き込まれたの本当ですかと。いや、本当じゃないよっていう時には、uh, that is not the case. えー、それ、 本当じゃないよと。ね。that is not the case, that's not the case.be the case の形で be to t e 代わりに使いますからね。で、あと、これはですね、あの、be the case の発展版として、あの、疑似関係代名詞の as のところで、絶対どんなね、参考書も載ってると思うんですけども、as is often the case with a にはよくあることだがのですね。as is often the case with a にはよくあることだがね。 as is often the case with 平山先生にはよくあることだが、he starts with a joke.、ね、え彼はあ、ジョークでえ、から始めると。こんにちは、デルピエロです。みたいな感じから始めると。えー、皆さん、こんにちは。アレッサンドロ・デルピエロです。イタリアだけにえ、ぷぷぷっと、ね、してしまうからね。本当にね、あ、え、のー、先生面白いですからね。えー、ぜひ、今後、授業を楽しみにしてください。 えー、ちなみに口癖はですね、マジでって言いますね。えー、授業で乱発していることでしょう。マジでね。はい。ぜひこれも楽しみにしてみてください。はい。で、あとですね、分子構文でもありました。分子構文でも、such being the case.such being the case. 独立分子構文のイリオムでよく出てくるんですけども、such がそのようなことで、being the case ね。えー、being って分子化されて、えー、分子構文。 ねえ。そういうことが事実なので、そういうことなので、ね。えっていう意味で使われます。such being the case, そういうことなので。はい、これもぜひよく出てくるので、覚えてください。はい、3つ目。はい、the detective は刑事ですね。is in charge of the murder case. これは、えー、殺人事件、事件ですね。まあ、事例の事例ありながらも事件の事ね。ね。はい、こっちは事実。 事実の感じね。事実真実ね。こと、ことって感じね。はい。ということで、A is in charge of B.A は B を担当している、A、責任がある。はい。これがひっくり返ったときには、B is in the charge of A ですからね。はい。だから、ここの、the detective と the murder case ひっくり返ったら、the murder case is in the charge of the detective と。ひっくり返るバージョンもありますので、the がつくつかない。これはしっかり整理するようにしておいてください。 はい、じゃあ説明いきます。はい、he made his case that. はい、えー、make the case, of make one's case っ主張するって意味になります。えー、主張するわけだから後ろに that 説ね。えー、case 名称を受けている同格の that 説が来ることが多いんですけれども、なんでこれが主張の意味になるかって言ったら、事実を申し立てるね。事実を申し立てて主張する。make the case, make one's case ね。make one's case ね。 はい。で、make the case の意味で主張するという意味になります。はい。なので、ここは、he a r g u e s that, argue, 主張するの argue ねえ。これで言い換えることもできるんじゃないでしょうか。で、彼の主張は、はい、どういうことなのかというと、banks have yet to reform themselves after crisis ということで、まあ、have to に yet と挟まれたら、まだしないといけない状態であるということなので、まだされてないね。銀行は、まだ銀行自分自身を改革してないと。 えー、その金融危機のね、えー、後にと、この危機の後に、まだ銀行は自分の、たちのことをね、改革できてないというふうに彼は主張していると、いうね。はい、では最後の並び替えやりましょう。ね、えー、この並び替えの中にこのケースってもうね、答え出てますやんって感じでしたけど、まあ、特にこれ、あの、よく出てくるので、えー、最後に付け加えてみました。もう、ケースと相性のいい前置書は、 いいんですよ。in case, sv のでも使うし、in the case of a, in a s case. もうね、前置詞として使うときにも、接続詞として使うときにも、あの、相性のいい前置詞はいいんでした。ね。なので、この in からスタートしたね、文章。はい。in case って行きたいところなんですけども、はい、ここに形容詞の n o ってあるから、はい、in no case から始めなさいっていう文章ね。はい。で、 これまた、あの、否定の福祉、福祉区、福祉施設が文頭に来た時の英語ルールとして、否定の統治。僕も寺島先生もね、結構しつこく言ってますけど、はい、否定の福祉、えー、福祉,区福祉区、福祉施設が文頭に来た時、はい、後ろが統治になりますが、統治になる時のルールとしては、これ疑問文の順番にするってことだったよね、はい。疑問文の順番にするっていうことだったので、はい、疑問文の順番にしてください。してますね。はい。 なので、出中、say, 言うべきですかの順番にしてあげたらいいね。あと、say まで言ったら、t h i n g s はい、目的語、say の目的語、sings, like that. はい、t h i n g s だけだったということになります。はい。で、まあ、ポイントはですね、因のケース、も本当に文頭で、あの、この正常問題よく出てくることがあるんですけど、この、 否定の複句がアブントに出てくるバージョンでよく出てくるのは in no case equal in no event ね。event の方がちょっと硬いかもしれないけど in no event ね。はい、決してほにゃな、してはならない。ね。で、この event っていうのは出来事でしょ。だから言ったらこの event の感じと case の感じちょっとね、似てるよね。で、あとはいかなる場合でもっていう意味では under no circumstances ちょっと汚くなっちゃった。はい、ごめんなさい。S ね。Under no circumstances 文頭に来たときには疑問部の順番になるよと。え決してほにゃらしてはならないという意味になりますので、えー、このケースの感じとイベントの感じと circumstance の感じ、えー、ここもなんかつなげてもらえると、こっちの意味も覚えやすいのではないでしょうか。ということで今日は、case でした。ケースは落ちた先にある、えー、ものと。 いうことになります。はい。ということで、えー、また次回、えー、対抗シリーズをお楽しみにしてください。ケースマスターしたら、チャンネル登録、高評価、えー。次回もお見逃しなく。では、グッドラックバイフォー,ーあたしたはい。今日の動画もお疲れ様でした。今日出てきた表現がね、ちゃんと自分の手で、口で再現できるように、しっかり復習していきましょう。そして、みんなの明るい未来を一緒に、ゲットしていきましょうあたした